民間機とは、使用や商用の目的で運行されている非軍事的な航空機を指す。民間企業や個人で運用される航空機だけでなく、公的機関が気象観測や、救難や犯罪捜査や、囚人輸送等で運用する航空機も、軍事組織で運用されるもの以外は全て含まれる。商用のものは、旅客機と貨物機の二つに分けられる。また民間機は、 定期便を呼び一般航空に2分される。民間機の多くは民間機専門の国際機関である国際民間航空機関を通して民間機の標準を確立している。民間機は各国の機関に登録され登録記号が付与される。2009年民間機のための規則としてシカゴ条約がある。1944年11月にアメリカのシカゴで確立され、 この条約で以下のことが決められた。現在は188の国や地域が加盟している。日本は1953年に加盟した。現在の代表的な民間機製造メーカーは100石を超えるジェット機ではアメリカのボーイングとヨーロッパのエアバスである。両者は旅客機を中心に民間機を製造している。過去にはマクドネルダグラスやロッキードも 代表的な民間機製造メーカーであった。一方、貨物機は旅客機の貨物バージョンとして開発されることが多い。70隻前後のジェット機やターボプロップ機では、カナダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルがシェアを占めている。小型機メーカーとしては、セスナやビーチクラフト等が代表的である。近年、新興国の経済成長に伴い、航空需要が 世界的に伸びつつあり、航空機の需要が増えつつある。これらの需要を取り込むために、エアバス A320 ネオ、ボーイング737マックス、エアバス A350XWB、ボーイング787、イルクート MS-21 等の新型機が続々と投入されつつある。ロシアの統一航空機製造会社によれば、 ワイドボディ機の需要は2033年以降、およそ7000機の旅客機を含む8000機に達する見込みとされる。アジア太平洋市場での長期的な需要の半分以上は、ワイドボディ機でおよそ4000機が見込まれる。中国の民間航空は、今後20年間で6450機を超える見込みで、中国の国内線よりも国際線の方が成長が早いと、 ボーイング社は2013年9月6日に述べた。中国では5580機の新しい航空機を総額7800億ドルドルで購入が見込まれる。2013年以降中国では1440機のワイドボディ機の需要ができる見込み。最も成長の著しい北京、上海等の主要都市間の路線では空港の発着容量が限界に近づきつつあり。 ワイドボディ機の使用が必須になりつつある。エアバスは2013年の北京国際航空展覧会の会期中に中国の航空会社向けの軽量版の A330 から300の現地生産計画を発表した。中国は航空機製造会社にとって最重要の市場になりつつある。標準的な現在の A330 では300席だが2015年に 就航予定の中国市場向けの A330 は400から440席になる予定。ありがとうございます。